すぐはカルオのお暇なら映画でも。皆さんご機嫌いかがですか。すぐはです、今回はですね、やばいやばいでおなじみのドグラマグラ、夢の旧作のドグラマグラを映画化したドグラマグラですね。いやー、難しいです。もうある意味原作よりも、映画の方が難解なんじゃないかというふうに思ったりもするんですけれども、まあ、1988年公開ということで、88年よりも前に公開されてそうな感じがする感じもしますけどね。なんとなくこの映画の雰囲気とか、そういったところを見るとね、88年公開ということで、このドグラマグラね、原作があるわけですけど、夢の旧作の原作があるわけですけれども、原作に対するこの映画の解釈というのと僕自身の解釈というのが若干違うわけですね。ということで、今回はですね、夢の旧作のドグラマグラ、まあ、原作のドグラマグラの小説版の独自解説というものも作りました。次回、それが公開されるということになると思いますけれども、ぜひこちらもお聞きください。よろしくお願いします。基本的には映画のドグラマグラと小説のドグラマグラは別物というか、まあ、僕の解釈としては別物かなというふうに思っていて、そもそも僕の独自解説の切り口が全く別のものということになっていますので、こちらもぜひ見ていただければなというふうに思っております。まあ、今回はね、映画のドグラマグラなんで、映画ということでおしゃべりしていこうというふうに思っています。非常に難しかったです。まあ、どうすればいいのか、どういうことなのかってね、いろいろ考えて、まあ、結局よくわからんということにはなったんですけど、まあ、一応僕の映画を見た感想というか解釈、そういったものもお話ししますんで、ぜひよろしくお願いしまーす。ということで、最初にですね、映画のタイトルについてなんですけれども、映画のタイトルね、映画のタイトルにはこのドグラマグラって書いてあって、その下にですね、ドグラマグラと、謎の英語表記があるんですね。この謎の英語表記、なぜやったんだろうと、いうふうに思うんですよね。ドグラマグラっていうのは別に外国語というわけではないんですね。まあ、かといって日本語かどうかもよくわからないんですけれども、まあ、外国語かもしれないというニュアンスは映画の中では一応あるんですけれども、まあ、これは原作にも当然あるんですけど、まあ、キリスト教の神父さんが使うものの中にドグラマグラというものがあるみたいなね、そういったことが一応あって、この映画ではそれを採用しているということがあるのかもしれませんけど、まあ、そもそもですね、これを書いたこのドグラマグラっていうのは、まあ、作中作なわけですね。劇中作というか、そういったものなわけですね。で、これを書いたのは大学生が書いたわけですね。まあ、一応クレイ、一郎、もしくは私、そういったものが書いたんだという感じになっているわけですけれども、このクレイ一郎と思われる大学生がですね、なぜカタカナでドグラマグラと表記したのかということから考えた方がいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。なぜカタカナで表記したのかということを考えると、なぜこの謎の英語表記にしてしまったのかっていう謎が、謎のままで終わるんですけれども、仮にですね、このドグラマグラ、ひらがなでドグラマグラというふうに書いてあったら、かなり印象変わりますよね。で、もしドグラマグラがひらがなで書かれているものだったとしたら、多分映画化する際にですね、この謎の英語表記という副題はつけなかったんじゃないかなというふうに思うんですよ。この英語表記にしてしまった理由が、まあ、全くわからないんですけど、そもそもこのカタカナっていうのは何に使われるかですね。よく一般的に使われるのは外来語に使われるわけですね。まあ、テレビとかマイクとか、そういった外来語ですね。ミハイル・シューマッハとか外国語、外来語っていうのはカタカナで書きますよね。その他、擬音とかもカタカナで書かれることが多いですね。ゴーとかバキューンとかね、だいたいカタカナですね。まあ、そういったもの以外で一番身近にカタカナで表す言葉っていうのは、おそらく神様の名前なんじゃないかなというふうに僕は思うんですね。神様の名前がカタカナであるっていうのは、皆さんもご近所の神社に行けば
そこに祀られている神様一覧みたいなのが、大体どこの神社でもちっちゃいところでも多分あると思うんですよね。こんなとこ誰か管理してる人いるのみたいな、そんな神社でも大体書いてあるもんです。もしかしたらもう墨が薄くなって見えないっていう風になってるかもしれませんけど。で、そういった神様の名前、大体一番最初主祭神って書いてあるところは有名な神様が書いてあるんですよね。まあ、アマテラス大神とか、スサノオノミコトとか、そういう有名な神様が大体書いてあるんですけど、ほとんどの神社って主祭神だけじゃなくていっぱい神様を祀られているんですよ。で、後ろの方ってのは大体土地神様だったりするわけですけれども、その土地に昔からいた神様ね、これはいわゆる大和の神様が来る以前からいる神様っていうふうに考えてもいいとは思うんですけれども、このあまり馴染みのないマイナーな神様の名前ってカタカナで書かれていたり、もしくは漢字の完全な当て字、まあ何、暴走族のよろしく的な、そういう完全な当て字で書かれていることが多いと思うんですね。で、これってなんでこんな表記の仕方されているかっていうと、日本に漢字が伝来する以前からある言葉だから、とりあえずじゃあ漢字っていうものが来たから漢字に当てはめようっていうふうに、まず漢字で当て字にしたわけですよね。なんちゃら彦とか書いてあると思うんですけど、大体なんちゃら彦とかなんちゃらみたいな、そういうのが書いてあると思うんですけど、漢字の当て字で書いてある、もしくはカタカナで書いてあるんですよね。で、カタカナで書いてある方が僕はどっちかというと正しいんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、漢字の場合文字一つ一つに意味合いが出てきちゃうんで、ただ日本の場合はね、その漢字の持っている意味は度外視して読みだけを使って、当て字にして使っていたっていうところがあるんですけれども、多分それを嫌った人が漢字じゃなくてカタカナにしようっていうふうになったんですよね。まあ、漢字からカタカナはできたわけですけど、この分かりやすいところで言うと、例えばヤマトタケルって言いますよね。ヤマトタケルって大体においてはカタカナでヤマトタケルというふうに表記するんですけど、カタカナ以外だと、あれな、漢の名の和の国王の和に建設の剣に命って書いてヤマトタケルの御事って読んだりとか、あとは日本武尊ですよね。日本武士の武で御事の尊で日本武尊と書いて大和武尊の御事と、読んだりもするわけですけれども、これなんでいくつか漢字にするとこの日本武尊だったり和賢明だったりするかっていうと、当てる字を当時の人はどっちにしようか迷ったっていう多分ところがあるんですよね。で、どっちの方がより大和武尊に正しい意味合いになるかみたいな、そういったところでこういったいくつかの読み方、いくつかの書き方っていうのが出てきたわけですけれども、まあ基本的にはやっぱりカタカナで書くっていうのが主流ですよね。それはやっぱり漢字にするとそういう意味合いが出てきちゃうからっていうのがあるんだと思うわけです。ということで、このカタカナというものの持つ意味合いとしては、まあ有史以前というか古来日本で使われていた漢字表記できない言葉というのがカタカナで使われると、カタカナで表記されるということがあるんですよね。で、このドグラマグラというこのタイトル、僕これじゃないかなと思ってるんですよ。要するに漢字で表記することのできない日本語、古来の日本語のものみたいなね、そういった意味合いでドグラマグラなんじゃないかなというふうに思っているんです。ドグラマグラの意味は分かりません。まあ映画の中ではキリスト教の神父さんが使う魔法の言葉みたいなことを言っていたりもするし、原作の中では他にもいろんな意味合いが出てくるわけですね。例えばまあ堂々巡り的なことだったり、こういった意味だったりっていろんな可能性が原作の中には書いてあるわけです。こういうふうな当て字を使ってもいいし、こういう意味合いで言ってもいいし、あの辺の方言でこういった意味合いに近いものがあるし、キリスト教の神父さんが使うものにこういう言葉があるという噂もあるし、みたいな。いくつも可能性が出てきて、でも本当は実際はどれだかはわかりません、みたいなね。そういった感じで原作では書かれていて、ただ映画ではそのいろんな可能性は全て排除して、キリシタン・バテレンが使う幻魔術という意味のようです、みたいな感じでね。結構断定しちゃってるんですけど、僕はおそらくそれらどれの意味合いでもなく、まあ古来日本というか、果ては古来人類、そして人類となる前の生物、そういったものとしての言葉
というのがドグラマグラなんじゃないかなというふうに僕は思ってるんですね。ということで、このドグラマグラをローマ字、もしくはこの英語表記のドグラマグラにしちゃうとですね、それらの意味合いがなくなってしまうんじゃないかというふうに思うわけです。英語のこの、なんていうの？ローマ字は比較的新しい部類の表記じゃないですか。これが例えば、英語、ローマ字以外の、まあ、なんだろうな、ヘブライ語とか、例えば、象形文字とか、ヒエログリフだっけ？ね、エジプトのああいうのとか、あとは読み方すらわからない、謎の古来語とか、そういったものだったらまだいいっていうふうに思えたりもするんですけど、ただそれでも時代が、そのね、文字自体が持っている時代っていうものが確定しちゃうんで、ちょっと嫌なんですね。その中でカタカナっていうのは時代が確定できないんですよね。これはもう日本特有だと思うんですけど、漢字、カタカナ、ひらがなっていう3つがあって、そのうちのカタカナっていうこのものがあって、そのカタカナは文字が伝わる前のものを表記することに使用できるっていう非常に珍しいね、文字を持っているからこそのカタカナでのドグラマグラっていうものに意味合いがあるんじゃないかというふうに思うんで、この英語、謎の英語表記はですね、僕は反対だと、いうことです。一応それを最初に言っておこうと思いました。なんで英語の表記をここに入れたのか、ちょっとよく意味がわからないということですね。何の意味があるんでしょうか、この英語表記は。ちゃんと意味があってこの英語表記をしたのか、なんとなくで英語表記を入れただけなのか、それともこのドグラマグラというのは、その何、バテレン、キリシタンバテレンの使う術だよということに完全にこの映画の中では決めて使っているのか、ちょっとよくわかりませんけれども、一応そういうのを先に言っておきました。ということで、まず行きましょうね。映画本編です。まず関東歌がありましたね。胎児よ胎児よなぜ踊る、母親の心が分かって恐ろしいのかという、恐ろしいあの関東歌、ドグラマグラっていう劇中作の中に出てくる関東歌ですね、これが文字として現れて、その次水中から光が見えるという映像になりました。まあこれはおそらく赤ちゃんのね、この羊水の中からこの外が見えている、もうすぐ出産間近みたいな、そういった見合いの映像じゃないかなというふうに思います。でその後胎児の映像が出てきて、首を絞められているあれは知世子だと思います。呉一郎というか私というか、それの母親ですね。その知世子が首を絞められているという映像が流れた後、私呉一郎が目覚めるということになります。この映像何かというふうに考えると、おそらく呉一郎の記憶だというふうに思いますね。基本的にこの映画は私、いわゆる主人公ですね、主人公、名前のわからない主人公私と呉一郎というのは同一人物だというふうにもうほぼ断定していますね。それで私呉一郎というのは記憶喪失を何度も繰り返している人物だというふうになっています。だからこのあたりが多分映像化がすごく難しいって言われてた理由の一つだと思うんですよね。私と呉一郎っていうのが同一人物なのかどうかは分からないっていうのが小説の、一番面白いところではあったんですけど、映像化するとね、ここを断定しちゃうしかなくなるというか、そうなってくるんでね、非常に難しかっただろうなと。ここはもうそういうふうに断定しちゃうしかない映像にするにはっていう感じがあると思うんですけど、まあ、そういうことになっています。で呉一郎はですね、頭の中がループしているということがあるんですね。まあ、ループしているというか、記憶をずっと、喪失し続けているというか、そんなことがあるんですけど、呉一郎を取り巻くこの世界そのものというのは、ループしているわけではなくて、あくまでも呉一郎の頭の中だけがループして、記憶喪失がループしているということなんですね。だから、現実世界と呉一郎の頭の中というのは、だから呉一郎っていうのは全部が全部妄想の世界に生きているとかじゃなくて、現実の世界は現実でちゃんと動いているってことですね。その中において呉一郎の頭だけがやばくなっているみたいな、そういったことですね。だから基本的にまず最初に一応この映画の中の設定として言えるのは、私というのは呉一郎であるということです。これはもう、映画の中では確定しています。それでこの私、呉一郎は、この世界、この世界そのものっていうのは、
しっかりと動いているということですね。これは確定事項ということになると思います。さて、目覚めた私は、なんだここは、だんだんだーんと、私は一体誰なんだ、ここから出してくれとなってると、お兄様、お兄様と聞こえてきましたね。これは6号室の女ということで、この女はクレモヨコということになりますね。これもほぼ断定と言っていいですね。で、このクレモヨコは昨日若林によって6号室に入れられたんだと、後にマサキによって聞かされるということになりますね。マサキ博士によってね。で、この6号室のクレモヨコさんは何なのかというと、一郎が死体の絵を描くために殺したわけですけれども、実は死んでなくて仮死状態だったから、まあ若林博士が本物の死体とすり替えて、正木教授が辞表を出した昨日のタイミングでこの6号室に入院させた女ということなんですね。で、この若林博士がなんでモヨコを生き返らせたのかとか、ここの6号室に入れたのかっていうことの理由は、まあ、心理遺伝の研究成果を独り占めするためらしいということでした。この辺もちょっとよくわからないんですよね。どういうことなのか。まあとにかくそういうことなんですね。まあおそらくこのモヨコを使って私の記憶というか心理遺伝の発言というかね、そういったものを出そうとしていたんじゃないかなというふうに思いますね。で、こうわーわー言ってると騒ぎを聞きつけて若林博士がやってきました。この時の看護婦との会話がありましたね。わーって言ってると病院というか大学病院の外の映像になって車が到着して、若林博士と看護婦さんが階段を歩いてやってくるっていうシーンですね。怒鳴ったり笑ったり、かなり興奮しているようでした。ここはどこかって言ったんですね。他には？自分の名前を聞きました。おお、するとこの前と？ええ、全部同じです、という会話があったわけですけれども、このシーンがガンなんですね。このシーンが映画の全てを難解にしているというシーンですね。これさえなければ、このシーンさえなければ何の問題もないんですけど、このシーンがあるからこそこの映画は非常に難解になっています。このシーンはですね、主人公の私の預かり知らない場所での会話ということになりますね。要するに私が全く関与していない場所で起きている私の知らない会話ですね。ということはつまりですね、今の会話、若林博士と看護婦さんのこの会話っていうのはもう 100% 現実世界で起きている出来事というふうに考えるしかないですね。したがってこの映画全体が全て胎児の夢であるという考察というのは全くこれで成り立たなくなります。胎児の夢ではないんですね、この映画自体が。これが難しいということなんですね。まあ、つまりこの本作ドグラマグラ、映画ドグラマグラはですね、私来る一郎の妄想とか幻覚というものと実際の現実の世界というものが入り乱れている世界だということになるわけですね。つまりどうなるかというと、この今のこの私が関与していない場所での会話、若林博士と看護婦さんの今の会話という場所以外はどこからどこまでが現実で、どこからどこまでが幻覚なのかというのが全く判別できないという作りになっているんですね。今の場所、若林博士と看護婦さんの会話している今の場所はほぼ 100% 現実世界だと思っていいと僕は思います。私が関与していない場所ですから。それ以外はどのシーンのどの部分が現実で、どの部分が夢、もしくは幻覚妄想なのかが全く区別がつかないということなんですね。だから困るということです、これによって非常に難解になってしまいました。困りましたということで、先に進みますね。何も覚えていない私に対する若林からの説明というのがありました。ちょうど一月前、9月9日ですね。今は10月10日です。あ、10月9日です。で、ちょうど一月前の9月9日に、私の担当だった正木博士がですね、自殺をしてしまったので、法医学教授である若林博士が一時的に精神科も兼任しているんだよと、ということを言っていました。で、私に記憶がないのは、ある恐ろしい事件に巻き込まれたショックによるものですということですね。
で、私の名前は自分で思い出さないと意味がないんだというふうに言われてました。ということなんですけど、この若林のこの説明というか証言ですね、これらは信じていいのかどうかというのがよくわかりません。この若林の話がどこまで真実なのか、どの程度まで信じられるのか、そこがわからないんですね。考えてもわからないんです。だから困るんです。で、隣の女性についても説明されましたね。この6号室の女は、まあ、呉もよこなわけですけれども、自分のことを1100年前の唐、中国ですね、に住む画家の五星宗の妻である太夫人の双子の妹の糞であるというふうに思い込んでいる呉もよこさんというのが隣にいる女性ですね。まあ、美少女ということですね。で、私を見るとですね、この呉もよこさん、お兄様、どうしてここに？というふうに叫んだんですけれども、若林博士に、あなたはこの人を知っていますか？と聞かれると知りませんというふうに答えるということで、まあ、これはどういうことなのかというと、フンさんの心理遺伝が受け継がれているということですね。この呉もよこには。呉もよこにはフンの心理遺伝が受け継がれていて、私、呉一郎には五星宗の心理遺伝が受け継がれているということはわかりますよね。で、実際二人は五星宗とフンの、子孫なんだということは、なんかわかっていると。その戸籍なりなんなり、そういったものを調べてわかっているということなんですね。そういう関係がありましたということです。まあ、心理遺伝っていうのは何かというと、先祖の強烈な経験が代々受け継がれるものだよと、いうことでしたね。ということで、心理遺伝。というキーワードが出てきたわけですけど、この心理遺伝というのをもうちょっと詳しく説明しますとですね、正木博士の論文があるわけですね。この脳髄論という論文があるわけですけれども、これによると、人間の記憶というのは脳ではなくて、全身にこういっぱいある細胞に刻まれているものが記憶なんだということなんですね。で、その細胞というものには記憶があるわけですけれども、この記憶というのは人間がゾウリムシだった時代から現在までの記憶がもう脈々と受け継がれているんだというふうに言っているわけですね。で、その先祖の記憶があるきっかけでこの発言して、それが精神病と判断されるんだよということを言っているわけですね、正木博士は。という説明を受けていると、私がですね、姪の浜事件の新聞の切り抜きを見たわけですね。で、これですね、先生の言っていた恐ろしい事件はというふうに言ったんですね、若林博士にね。ある恐ろしい事件に巻き込まれたショックで記憶を失いましたの恐ろしい事件っていうのはこの姪の浜事件のことですねというふうに言ったんですね。姪の浜事件というのは呉一郎が結婚式の前夜に自分の花嫁となる呉もよこのことを殺害して、その死体の絵を描いていたっていうこの事件ですね。で、若林先生はそうですよというふうに言うわけですね。その恐ろしい事件にあなたは巻き込まれてショックを受けたんですということになって、あ、先生は僕のことを呉一郎だと思ってるんですねと。でも、よく考えてくださいと。僕は呉一郎じゃありませんよと。だってそのもよこって子は殺されちゃったんでしょ？だったらさっきの6号室の子ももよこじゃない。そしたら僕が呉一郎だってことも成り立たなくなる。あはははははと、いうふうに言っていたんですけど、これよく意味がわからないんですけど、どういうことですか？このセリフが全部が意味不明なんですよね。僕にはちょっとよくわからない。そもそも隣の女の子が呉もよこだとは誰も言ってないんですけど、だから6号室の子は呉もよこじゃないということは、僕は呉一郎ではないという意味が全く分かんないんですけど、どういうことなんでしょう、これ。ちょっと本当に分かんないですね。なんで隣の子が呉もよこじゃなかったら自分が呉一郎じゃないのか分からない。本当に分からないという感じです。ということで、この主人公の私はですね、まあ僕ですか、まあ一郎なんですけど、この一郎は自分の脳内で世界をループしているっぽいんですよね。でも、じゃあその一郎の周りにいる大人たちというのは一体どういう世界なのかというと、次のシーンでなんとなく見えてくるんですよね。若林博士が次に行ったのは、私を正木研究室に連れて行ってですね、なんかそこでいろいろと
刺激的なものを見せるわけですね。タイジの瓶詰めとか黒猫の頭とかもうなんか自分で切り落とした左手ですとか、いろんなものを見せて蘇らせようとするわけですね。まあ、この中にドログラマグラっていう小説があったりとか、マサキ博士の写真の前で私が立ち止まったりとかいろいろするわけですけれども、この時の若林博士の態度というのは、まあ、明らかに初見の態度ですよね。初めて呉一郎をこの部屋に連れてきて、初めて呉一郎はこれらを見てリアクションを取って、そのリアクションを若林博士は初めて見て、そうですこれですとかいろいろやってるわけですよね。とてもこれまで何度も呉一郎のことをこの研究室に連れてきて毎回毎回同じリアクションを取っているっていう感じには見えませんね。ということは呉一郎はループしているというふうに映画はなっていますけれども、ループしているのは呉一郎の頭だけであって現実の世界というのはずっと普通に流れているんだというふうに考えていいと思いますね。ということで私はですね、この正木研究室で大学生が一気呵成に書き上げた小説みたいなもの、ドグラマグラを発見するわけですね。ドグラマグラというのは何ですかと聞いたら、若林博士はキリシタン・バテレンが使う幻魔術のことだというふうに説明してくれました。キリシタン・バテレンというのは、まあ、さっきも言いましたけどキリスト教の神父さんのことです。キリシタン・バテレンというのは神父さんのことですね。で、こうやって若林が言ってたわけですけれど、この若林博士の説明が正しいかどうかのソースは一つもありません。ドグラマグラというのがキリスト教の神父さんが使う幻魔術という意味なんだというソースがないわけですね。証拠がないわけです。まあ、そもそも神父さんは幻魔術なんて使わないですし、さらにこのドグラマグラを書いたのはおそらく私、呉一郎が書いたんだと思うわけですけれども、この呉一郎はクリスチャンだったというような描写は一つも出てきませんね。クリスチャンでもないのに、キリスト教の神父さんが使う幻魔術のことを本のタイトルにするっていうのもちょっとおかしいような気がします。ということで、またこれが難しい、本作の難しい点なんですけど、この映画ドグラマグラというのは大前提としてですね、ソースとなるものが一切存在しない話なんですね。ソースとなるものが一切存在せずに、この登場人物たちの語り、話のどれを信じてどれを疑うかというのは見た人に委ねられるという作りになっているわけですね。この先生が言っていることは真実だろう。この人が言っていることは嘘だろう。この人の言っているこの部分は真実なんじゃないか、この部分はさすがに嘘、妄想なんじゃないかっていうのはどこにも何のソースがないですから、すべてこっちが取捨選択して勝手に決めなきゃいけないんですね。だからどこまでが現実でどこまでが妄想なのかというのが全く判断できない、そういった映画となっていて非常に困るということなんです。難しいんですよ。信じられるものが一つもない映画なんですね。まあ小説もそうなんですけど、映画は特にそうなんです。なぜなら、あのね、若林博士と看護婦さんのあのシーンがあるからですね。あのシーンがあるから、あのシーンが全てを難しくしてるんですね。というふうにしているとですね、私が正木博士の写真の前で立ち止まったということがありました。それを見て若林先生が、おお、あなたが今まさに正木博士の写真の前に立っているみたいな感じで興奮しているわけですね。そうやって言っていると、なんと写真の正木博士が喋り出すということですね。心理遺伝について喋り出すということです。まあ、胎児の夢という正木博士の論文についての説明があるわけですけれども、まあ、胎児も夢を見るという話ですね。で、この胎児の夢の説明が終わると、なぜか私の頭にはですね、出産しているというイメージが映像として現れて、赤ちゃんが生まれるというシーンが出てくるわけですね。で、その赤ちゃんをなぜか正木博士が取り上げていて、しかもその赤ちゃんは逆子で生まれてきているというシーンが出てきました。これは一体何なんでしょうか。なぜ逆子なのか、逆子で生まれたということに何らかの理由があるのかどうか、わからないですね。映画の後半にも出産シーンってのが出てくるんですね。呉一郎の出産のシーンが、まあイメージ映像というか、過去映像というか、そういったもので
登場してくるんですけど、その出産のシーンでは普通に頭からちゃんと出てきてるわけですね。逆子ではなく普通の状態で呉一郎は出産されましたというシーンが出てくるんですね。なのにここのシーンだけ逆子で生まれてきていて、というのがどういったことなのか、何らかの意味があるのかどうかがわからないんですよね。全くわかりませんでした。一応逆子についての迷信とかも調べて、逆子で生まれるっていうのはこういうことだよみたいなね、そういう迷信とかってありそうじゃないですか、不吉な迷信とかね。まあ、一応調べたんですけど、あまりに意味のありそうなものは僕は出てこなかったですね。だからこの逆子に意味があるのかどうか、逆子で生まれた子供だから呉一郎私というのはこんな変な感じになってるんだよっていうことを言いたいのか、または後に出てくる出産シーンは普通に頭から出てきているんで、この頭から出てきている赤ちゃんと私のこの妄想の中で産んだ逆子の子供っていうのは別人なんだよということを表しているのかどうなのか、別人だとしてもそれが何なのかちょっとよくわかんないし、これが全然わからない。ちゃんと意味のある映像なのかどうかすらわからない。難しいんだよな。ということで、わかんないところを考えててもしょうがないんで先行きましょうか。狂人解放治療場というのが出てくるわけですね。まあこれは正木博士が集めてきた10人の心理遺伝の患者が収容されているということでした。10人の精神病患者が収容されているんじゃなくて、心理遺伝の患者が収容されているということなんで、まあおそらく全員がですね、私、つまり呉一郎と同じ心理遺伝の持ち主が集められているんじゃないかというふうに思います。まあ心理遺伝というのはこのお話のキーとなってくるはずなんですけれども、あの映画の中では結構この心理遺伝に関するエピソードっていうのが、まあ、比較的希薄というか、あまり重要なこととして登場してきていないというか、結構説明が軽くね、こうさーっと流れちゃう感じで説明されているんで何とも言えないんですけど、おそらくこれは呉一郎とみんな同じ心理遺伝の持ち主、つまり呉一郎の、まあ、遠い親戚たちというのがこの狂人解放治療所に集められている10人なんじゃないかなというふうに思いますね。ということで、またここから、別のシーンというか、別のシーンじゃないんですけど、脳髄は物を考えるにあらずのシーンになりますね。まあ若林による思い出話として、正木博士ってのはこんな感じの人でしたよというのがあるわけですね。でその正木博士が、新聞記者にアンポンタンポカン博士による演説の内容を喋るという形で、この脳髄は物を考えるところにあらずというものが説明されています。まあ、アンポンタンポカン博士かっこ20歳大学生、つまり呉一郎ということは私はですね、まさきの脳髄論という論文があるんですけど、それをそのまま演説しているということがあったわけですね。まあ、なぜならこのアンポンタンポカン博士は私の生徒だからだというふうにまさきは言っていますね。でこの時ですね、まさき博士は新聞記者に、ポカン博士ならここの7号室にいるから会いたければ会えるよということを言っていることから、まあ、ポカン博士イコール私、つまり呉一郎ということは確実だというふうに言えますね。で、このポカン博士はあるきっかけで、ある日ここに収容されてきたわけですね。で、そこで一番最初に対面したのが正木博士だったわけですけれども、ポカン博士が目を覚ました時の第一声は、正木による何か思い出したかね、わしが誰かわかるかなという言葉だったわけですね。まあこれは私がですね、若林と最初に出会った時に若林が言ったセリフと同じということで、ここでね、あ、ループしてんなっていうふうに、まあ僕らは思うわけですね。人は違うけど、なんかセリフは同じだし、状況は同じだし、ループしてるなっていうふうに思うんですね。この私、呉一郎、アンポンタンポカン博士の行動というか、そういったものもほぼ一致しているし、ということがあったわけですけど、さて若林博士は私が目覚めた時ですね、一番最初私が目覚めた時に、すると前回と同じということだねっていうことを看護婦さんに聞いていましたよね。この出来事が若林博士の言う前回のことでしょうかね。まあアンポンタンポカン博士誕生のシーンというか、目を覚まして正木博士が対面した、その時が
若林博士が確認した前回のことなのか、もしこれが前回ということなのであれば、この前回目覚めた時の一郎というのはなんでここの病院というかここにいるのかというと、まあ、母殺し妻殺しをしたことによってここにいるわけですね。それでいて今回の私は目覚める前に何をしたのかというと、狂人解放治療所での惨殺事件というのを起こして目覚めたというのが今の私ということになるんだということで、私呉一郎はめちゃくちゃ人殺しているということになるんですね。大変ですよね。めちゃくちゃ人を殺したにもかかわらず、私は比較的自由の身を獲得している感じですよね。精神病院に入れられているということはあるんですけれども、比較的自由に動き回れているんですね。ここもちょっと気になるっちゃ気になるところで、どういうことなのか、難しいですね。この映画ドグラマグラのウィキを見ると、この何この映画に関するところの部分に、この映画版を見て初めてそういう話だったのかと理解したという人も多かったというっていうふうに書いてあるんですけど、この映画を見てそういう話だったんだと理解をした人ってのは一体どんな理解をしたのか聞いてみたいですね。この映画で一体何を理解したのか、どういった話だというふうに納得がいったのか難しいです。僕は原作よりも映画の方が難しいんじゃないかというふうに思ってるんで、ちょっと難しいですね。さて、私にはですね、2つの事件の容疑が現在かけられているということがあります。まずは呉一郎の母親を殺したという脳型事件ですね。でもう一つは呉一郎の婚約者である呉もよ子を殺した姪の浜事件、まあ、この2つの容疑がかけられていて、この2つは誰がやったのかとか、なぜやったのかとか、そういったことがあるわけですけれども、ただ今現在ですね、私が今いるこの今現在は狂人解放治療所惨殺事件の翌日という可能性がありますよね。昨日狂人解放治療所での惨殺事件が起きて、それによって正木博士が辞表を出して、正木博士が自殺して、で1日明けた翌9月9日が今だということが考えられますよね。となるとその日だったとした場合ですね、今現在の私が置かれている状況があまりにも不自然ですね。もう今回のこの狂人解放治療所惨殺事件は明らかに呉一郎というか私の犯行だということは明白だし、目撃者も多数いるし、絶対そうですよね。にもかかわらず、これまでと同じ、まあ、精神科の閉鎖病棟だとはいえですね、同じ場所にずっといるっていうのは不自然だし、または若林博士の言う通りですね、狂人解放治療所惨殺事件が1ヶ月前に起きた、その1ヶ月後だったとして、現在一月ぶりに目を覚ました私ということであるとしても、一月ぶりに目を覚ました患者であるならば、非常にその患者に対する対応としては不自然ですよね。まず医者を呼んで目覚めたぞわーってならなきゃいけないですから、どういうことなんでしょうか。今は一体いつなのかこれが全くはっきりしません。昨日殺人事件が起きたのか、それとも一月前に殺人事件が起きたのか、殺人事件を起こしたのは私なのか、それとも私じゃないのか、この辺が何とも言えんということなんですよね。ということで、まあよくわからないこの一連のものをですね、矛盾なく考えるというふうにするとですね、もう私と呉一郎は完全な別人だとする以外に、もう方法はないんじゃないかというふうに思います。たまたま同じ時期、同じ年、同じ日にですね、同じ顔で生まれてきた他人だということですね。でも、まあおそらく心理遺伝、まあつまり全身のこの細胞というものは、呉一郎と共有をしている、まあ親戚同士ではあるけれども、遠いか近いかのあれはあるかもしれませんけど、
そういう親戚同士ではあるけど全くの他人だというふうに考えるしか、この矛盾をどうにかすることはできないんじゃないかというふうに思いますね。だ、出産のイメージが逆子だったり逆子じゃなかったりっていうのは、そういうことが原因なのかなという感じもします。もうそれ以外はちょっと考えられない、他人としか思えない。現実として2人が同一人物とか、それはなかなか難しいというふうに思うんですよね。ということで次、マサキ博士の遺言書ですね。ここにはこう書いてありました。我が輩の解放治療の実験は昨日成功と失敗に終わったということでしたね。成功というのは何かというと、心理遺伝というものを完全に証明できたことで、失敗というのは何かというと、惨劇を食い止められなかったこと、これが失敗だということですね。その遺言書にはこう書いてありました。しかし振り返ってみると、今日のことは、今日っていうのはこの惨劇、狂人解放治療場での惨劇のことですね。つまりこれは一月前、もしくは昨日のことですけれども、この今日のこのことは2回目の呉一郎の発作の直後に、若林博士が我が輩を訪ねてきた時すでに仕組まれていたことだったというふうに正木博士は考えているというのが遺言書に書いてありました。ということで、2回目の発作とは何のことかというと、メイの浜事件の時のことですね。メイの浜事件の時に若林博士は正木博士のところに出向いて、正木博士がこれは心理遺伝によるものだというふうに言ったというのがあったわけですね。それに対して若林博士が、ああなるほどみたいな、そんな感じになっていたというのがあったわけですけれども、この時に若林博士は全てを正木博士のせいにしようというふうに仕組んだというふうに、この遺言書には書いてあるわけですね。ということで、一応能型事件の資料を見るシーン、そして姪の浜事件の資料を見るシーンを見てみるとですね、呉一郎の母親が何者かに首を絞められて殺された後に首吊り自殺に見せかけられた事件というのが能型事件ですね。犯人は不明だけど、状況証拠などから一郎が疑われたということですね。姪の浜事件については、なんでどうのようにしてどうなったかはいまいちよくわからんということになっているわけですけれども、若林博士の見立てとしてはですね、一郎は寝ている間にどうやら麻酔を嗅がされた可能性があるから、事件発生時はおそらく寝ていたんじゃないかということですね。したがって犯人は医療の知識があるインテリであり、計画的な犯行、そして腕力のある男だということで、これは暗に正木博士のことを示しているというふうに言いたげだなというふうに言っているわけですね。正木博士の見立てとしてはですね、これは母親に欲情した一郎の変態性欲が突然現れて犯行に及んだものなんだというふうに言っているわけですね。で、一郎のこの心理遺伝による変態性欲、五星臭の遺伝子というか、遺伝細胞というか、そういったものですね。そういったものを目覚めさせるために絵巻物を渡した人物がいるはずだと、そいつが犯人であるというふうに、言っているわけですね。これは姪の浜事件についてですね。つまりこれらの事件というのは心理遺伝を用いた犯罪であって、この事件の真実を暴くということは、イコール私が考えている心理遺伝説の証明ともなるんだというふうに正木博士は考えているということです。つうことで、一郎の精神鑑定が行われるということになったわけですけど、ここでなんと一郎はですね、若林と正木の二人に対してお父さんというふうに言うわけですね。これは一体どういうことなんでしょうとなりますね。一郎は私生児なんですね。父親不明の子供でした。なぜこうなったのかというと、当時母親の千世子はですね、正木と若林と両方と付き合っていたということなんですね。これは正木が言っているわけですね。ということで、どっちが親なのかわからんということもあって、一郎は二人のことをお父さんと呼んだんじゃないかみたいな、そんな感じですね。そういうことがあるんですけど、だからといって正木と若林とはこの時ほぼ初めて初対面みたいなもんだと思うんで、一郎と正木と若林が対面したのは、その二人に対してお父さんと呼ぶっていうのは、なんとも意味不明な感じですよね。もしかするとこの、
二人お父さんと呼んでいるっていうこのことが関東歌ですね。ドグラマグラの関東歌、胎児よ胎児よなぜ踊る、母親の心が分かって恐ろしいのかにつながるのかもしれないというふうに思います。まあ、一郎の母親の千世子はですね、いわゆる淫乱女だったんじゃないかと、ビッチだったんじゃないかと、いうふうにも思うわけですね。だから誰の子なのかわからない一郎というものが生まれたわけですね。その当時若林と正樹両方と付き合っていたみたいな感じになってますけど、もしかしたらもっと他にもいたかもしれません。で、まあ、千世子さんは非常に色っぽいわけですけれども、一郎に対しても色目を使っていたりとか、そんな感じのところが見えましたよね。で、一郎も非常に変態的に母親の指を舐めるみたいなね、そういったことをしていたりもするわけですね。もしかしたら千世子は出会う男出会う男全員のことを、これがあんたのお父さんだよと、いうふうに言っていたんじゃないかとも考えられます。だから正樹のことも若林のこともお父さんと呼んだんじゃないかということも考えられるかなと思うんですよね。ただ一応正樹曰く、千世子がどういう状況だったのかみたいな説明が一応あるんですけど、千世子はまあ人から隠れるように生活をしていたんですね。それはなぜかというと、一郎が心理遺伝の実験体として正樹博士もしくは若林博士に利用されるということがあるかもしれないと恐れていたんじゃないかということを言っていましたね。ということがあったのだとすれば、この胎児よ胎児よなぜ踊る、まあこの踊るっていうのは胎動のことを示しているんだと思うんですけど、赤ちゃんがねお母さんのお腹を蹴ったりするあの胎動、そのことを踊るというふうに表現しているんだと思うんですけれども、このなぜ胎児が踊っているのかというのは、そういった実験、自分の体は将来実験に使われるんだということを恐れている母親の心というのが分かって帯同していたのかなというふうに考えることもできると思います。もしくはさっき言ったようにね、お母さんというのが、そもそもがちょっと恐ろしい存在というか、そういったことがあるみたいなね、そういったこともあるかもしれません。まあ若林の報告書を読む限りですね、正樹が殺したということにしようとしている、誘導しようとしている報告書だよというふうに言っています。ただし同じことを若林にも言えるんじゃないかというふうに正樹博士は言っているということですね。まあよくわからんということです。要はこの報告書がそもそも本物真実なのかどうかもわからなければ、正樹が喋った歴史とか考えというものが真実なのかどうかもわからないということですね。何もかもがわからない、すべて証言による証拠でしかないというところなんですよね。ということで、もうラストになりますけれども、まあ一連の話を正樹から聞くとですね、私がですね、僕は呉一郎です、僕は五聖衆だったんだって言ってわめき始めるということになりましたね。わーとなっています。で、正樹がちょ落ち着きたまえみたいな感じになっていると、まあ正樹は隣の部屋に逃げ出したわけですね。ちょっとやべえということで、で呉一郎がですね、正樹のことを追いかけて部屋に行こうとするけど、その部屋にはもう誰もいないということなんですね。逃げ込んだはずの正樹先生はいない。で、雑用係に、ここに正樹先生が逃げ込んだんだっていうふうに言っても、あんた何言ってるだと言われるわけですね。正樹先生だったら一月前に死んだではないかと、いうふうに言われるわけですね。正樹先生は一月前に死んだらしいですね。この映画の作り方から見ると、今のこれが現実だというふうに見えるような気がします。つまり、正樹先生っていうのはもう1ヶ月前に死んでいる。自殺している。ということは、今現在は9月9日ではなく10月9日であるということですね。となると正樹博士が出てきたシーンというのは全て私、まあ、一郎の幻覚とか妄想とか、そういったものであるというふうになりますね。でも正樹博士のシーンは幻覚となるわけですけれども、正樹博士が語ったことは現実に起きたことっぽいということもあります。よくわからないわけですねもうとにかくよくわからないようです。そうすると 8mm フィルムの映像になって、呉一郎による惨殺事件の様子というのが映し出されます。呉一郎は女の人を殺した後、桑でねガサッと、殺した後、正樹博士に向かって、
お父さん、こんなにいいモデルが見つかりましたよと、また絵巻物を貸してくださいというわけですね。それに対してマサキが、何をたわけたことというふうに言うということがあったわけですけれども、まあ8ミリビデオがあるからこれは現実だとはならないと思いますね。8ミリビデオで見ているということすら、一郎の妄想幻覚という可能性も考えられるし、もし8ミリというかそういった物証みたいなものがあればそれが本物だというふうに考えるのであれば、マサキが出してきた若林教授の写真というものも本物ということになるわけで、あの死体入れ替えの写真ね、あれも本物だということになりますよね。あの写真が本物だということになるのであれば、遺言書を書いている途中で私とか若林博士が部屋に入ってきたということになって、それは1ヶ月前ではなく昨日夕べというか今朝、そういった出来事のことになるということになるんで、物証があるから本当幻覚ではないとはならないんですね。どれが本当のことでどれが偽物のことなのかっていうのはもうわからないんです。わからないんですよ。もうとにかくこの絵がね、わからないんです。でわーっとなっていると、絵巻物が広がるわけですね。さーっとなって、まあ、クソ図というか死体が描かれている絵巻物というものがこうさーっと広がって、その後ろの方に一郎の母親の千世子が正木博士のことをお慕い申し上げております的な内容の和歌が書いてあるということがあったわけですね。これが書いてあったんですけれども、でもこれをもってして正木が父親なんだということは断言はできないというふうに思います。あくまでも千世子は正木のことを慕っていたという内容のものであって、まあよくわからんということですね。ということをしていると、なんと不気味な風が部屋中に吹き荒れてですね、ウォーッと吹き荒れて、わーっとなって外に出ると2階の窓にもよこがいてですね、いつの間にか持っていたもよこというか、もよこですね、呉もよこの花嫁道具の櫛を、2階の患者のもよこに渡して、で私は走り出して謎の建物を通り過ぎて外に出ると、どうやら先ほど狂人解放治療場でみんなを惨殺したばかりっぽい血だらけの一郎と対面をする。するとハッとなって冒頭の7号室で目が覚めて振り出しに戻るということになるわけですね。ただ7号室で最後目が覚めて、まるで映画冒頭に戻る堂々巡りを繰り返しているという終わり方になっていそうですけれども、まあこの映画を見る限りですね、この世界というのは私呉一郎の頭の中だけはループしているけど、外の世界は現実世界として普通に時間は流れているという世界だというふうに思われるんですね。なぜなら何度も言いますけど、若林博士と看護婦さんが話し合っているあの私が知り得ない場面というのが映っているからですね。全てが私目線で描かれているんであれば、全ての世界がループし続けているっていう、この頭がおかしくなった精神病患者の話というふうに割り切ることができるんですけど、そうではない場面があるということは、全ての世界は精神病患者が見ている夢というか、まあ、この映画のテーマの一つともなっている胎児の夢というものでもないということはもう明らかなわけです。自分の知り得ないものが出てきてますから。となると、この映画のラストで目覚めたあの目覚めというのは次の目覚めということになるわけですね。つまり、まずアンポンタンポカン博士として目覚めたのが1回目の目覚めだとしますね。その前にも目覚めはあったかもしれないけど、それは描かれていないんでわかりません。アンポンタンポカン博士となったのが1回目の目覚め。この時に呉一郎は狂人解放治療所惨殺事件というのを起こしています。この1回目の目覚めの前に能型事件と姪の浜事件を起こしているわけですね。能型事件と姪の浜事件を起こして記憶を失って、1回目に目覚めた時にアンポンタンポカン博士となって狂人解放治療所で惨殺事件を起こしました。で2回目の目覚めが今回の映画ですね。で、3回目の目覚めというのがラストの目覚めということになります。
つまりこの2回目の目覚めというのはいつなのかは分かりません、残殺事件から1ヶ月後なのか次の日なのかちょっとよく分からないんですけど、この2回目の目覚めを描いた今回の映画というのはわずか数時間で呉一郎は再び眠ってしまったということになるわけですね。で3回目、映画のラストの3回目の目覚めでおそらく呉一郎は再び記憶を喪失していて、名前がわからないというふうに多分叫ぶということが繰り返されるんじゃないかというふうに思います、という映画でした。ということで、この映画ドグラマグラっていうのは何だったのかというと、連続殺人犯呉一郎がですね、殺人、眠り、記憶喪失、殺人、眠り、記憶喪失と、繰り返しているお話だったということでした、ということですね。映画自体は現実の時間軸で動いているわけですけれども、その中にこの現実の世界で動いている、現実世界の中に呉一郎の幻覚とか妄想っていうのがこうガーッと入り込んだ状態でこうところどころに挿入されていくみたいな、そういったことなので非常に見ていて混乱してよくわからないという状況があって、事件自体も解決していないし、なんだかよくわからんということになるわけですけれども、まあ要するに一人の精神病を患っている患者の姿を追っていった話と、いうのがドグラマグラ、映画ドグラマグラということになるんじゃないかというふうに思います。で、まあその精神病の原因となっているのは心理遺伝によるものであって、呉家の先祖である五聖宗によるこの変態性欲による死体の絵を描くということが全ての元凶なんだみたいな、そういったことを言った映画だったんだというふうに思うんですよね。ということで、わからないわからないばっかり言いやがって何だったんだよと思いかもしれませんが、すぐは過労による映画ドグラマグラの独自解説は以上です。ありがとうございました。ということで、まあ今回こういう感じで映画ドグラマグラの独自解説となったわけですけれども、もうわからないわからないばかり言っちゃいました。で、まあ何度も言いますけど、そのなんでわからないのかの理由はやっぱりこの私目線ではない第三者目線が入ってきているということによって、その理不尽なものと現実的なものという境というものが存在するんだなっていうことが明らかになったわけですよね。理不尽と現実的というものが確かに存在するとなったということがあった場合、じゃああそこはどうなるんだろうとか、にしちゃここはおかしいなとか、そういうふうにやっぱなってきちゃって、この心理遺伝とか胎児の夢とか、そういった部分と違う部分を非常に、まあ、なんて考えなきゃいけなくなったというか、まあ、結局犯人は誰だったとか、そこが非常によくわからないという感じになって、まあ、とにかく難しかったです。どう喋ればいいのかっていうのが、映画内で提示されているものがかなり少ないというのもあるんで、まあしょうがないんですけどね、映画だから時間的制限もあるし、その、まあ、そういう限られた情報プラス第三者目線が一つ入っているっていうところで、非常に僕はよくわからなくなってしまいました。こんがらがったというか、そんな感じの回になってしまいましたね。ということで、次回はですね、小説版のドグラマグラの独自解説ということをいたします。一応ですね、この映画の独自解説に影響を受けないようにするために先に撮ったんですよね、小説版の独自解説の方を。自分の中で先に小説版の方を撮っておいた方が、あ、これはこのエピソードは小説の中にしかなかったエピソードとか、これは映画の中のエピソードっていう風にね、できるかなと思って、小説版の解説を先に撮っておかないと映画の解説をしながら、いや小説はここがっていう風になっちゃいそうで、その原作を使わないということをするために小説版の方を先にね、一応収録だけはしておいたという感じになったんですけど、まあとにかく映画版ドグラマグラは難しかったです。で、小説版も当然難しいんですけど、ただ小説版と映画版と表現しているもの自体が多分違うっ
ていう感じがあるんじゃないかなっていうふうに僕は受け止めていて、僕の小説版の独自解説はどちらかというと正木博士中心におしゃべりしていったみたいな、そんな感じがあると思うんで、全く切り口が違うし、物語に対する見方とか、そういったものも全く違うんで、どっちも楽しめるんじゃないかなというふうに思っております。ということで、今回は本当に悩みに悩んだ映画ドグラマグラ独自解説でした。チャンネル登録、いいねボタン、ツイッターフォロー、コメント等々いろいろよろしくお願いいたします。そして取り上げてもらいたいリクエストありましたら、コミュニティの中でお願いします。サブチャンネル、猫ちゃんチャンネル、猫ちゃんが楽しくやっております。よろしくお願いいたします。本も販売しております。よろしくお願いいたします。ということで、寒くなってまいりましたけれども、皆さんお風邪などひかないよう体調お気をつけくださいね。それでは今回は以上です。お聞きくださいましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。次回は小説版です。 Thank you.